どうもこんばんは。今日はカンボジアの新居を探しに来ました。最初は700ドルのお部屋になります。だいたい価格で言えば300ドルから700ドルいや1000ドルぐらいっていうのが目安かなって思いますね。私は今まで1年間に1回引っ越しを繰り返していて、今住んでいるところがだいたい1200ドルっていうちょっと高額だったんですよ。なので今回ね、一般的なところに泊まろうかなと思いまして、だいたい500ドルから700ドルぐらいを探しました。でも広くないですか？すごく、まあ、一人で暮らすには十分かなっていう広さがあって、まあ、若干ねちょっと歴史を感じるというか、そういうところも若干ありますけれども、まあそれはカンボジアなんでね、仕方ないと割り切るしかないでしょう。あと水圧っていうのがね意外と弱かったりするので、部屋をチェックするときにシャワーを出してみたりとかするのもいいと思います。まあ、こういうクローゼットじゃないですけどね、タンスがすごい歴史を感じますね。あとトイレにはウォシュレットは基本的にはついていませんね。冷蔵庫とかもついてますけど、めっちゃ汚い。なんか1年間日本の男性が住んでたみたいなんですけど、そのままね出たてほやほやな生活感がすごく溢れる部屋でした。それからですね、プールもついています。プールって近くにあると行かないんですよね。なんでしょうこの現象。はい、でも大きさとかもありますから絶対見に行った方がいいです。あとカンボジア水が汚いんでね、プールに塩を入れてるところがありますね。その辺もねよくチェックしといた方がいいかもしれないです。まあ言っても住んだら全然行かないんですけどね。で隣が病院だったので、このスカイバーを本当は作る予定だったみたいなんですけど、なんかなくなったみたいです。それがまあ残念です。まあ使わないからいいんですけど。で1階は美容室でした。珍しいですね、レストランが多いですね。で2軒目、750ドル。2軒目はもうなんかもうヨーロッパインスパイアインスパイアインスパイアって感じで、サイゼリア風と言いますか、もうキッチンもこんな広々、もうヨーロッパって感じのザ・ヨーロッパ、はい、ヨーロッパっていうね、ベッド、カーテン、全部ヨーロッパっていう。まあ、カンボジアの特徴でですね、この家具が全部ついてるんですよ。これはね、本当にラッキーというか、まあ、好みじゃなかったら嫌ですけど、引っ越すときにね、いちいち買ったりとか、移動したりとか、そういう手間がないので、それはすごくプラスなのかなと思います。ただね、このね、ここね、めっちゃ暗いんですよ。まあ、カメラの力でね、無理やり明るくしてますけど、意外と暗くて、ね、ちょっとよくないかなと思って、ここはやめました。同じ場所の2ベッドルーム、1400ドルも見させていただきました。あー、インスパイア、インスパイア。あー、すごいインスパイア。もう、リスペクトがすごいですね。ヨーロピアンだよっていう。あー、ヨーロッパだよ。窓だよ。生首だよ。あと停電しやすい地域もあるので、そこも調べた方がいいと思います。結構激しい年季を感じました。創業100周年のクッキーのカンカンのパッケージになりそうな感じの、まあインスタ映えってやつですか、かもしれませんね。ただね、一つね、寝室が開かないみたいで、鍵がなくなったとか言って開かないみたいです。プール、サウナ、ジム。プールはね広くてね、インフィニティ風プールがとっても洒落ててよかったんですけど、ちょっとサウナとかも古臭い感じがしてね、ちょっとね、ちょっとねって感じですよね。ここね、ジムなんですけど、年季がねちょっと感じますね。大本命650ドルのお部屋出会っちゃいましたか。あー、出会っちゃったか。650ドルで、まあ、一人で暮らすもんですから、これぐらいで十分かなと。そして綺麗、そして明るい、すごいベッドも大きい、そして謎の棚。でも隣で話してんのってぐらい声は筒抜けです。プール、ジムもすっごい広くて綺麗で大きい、最高。ゲームルームっていうのがあってですね、何これと思って行ってみたらビリヤードでした。やってくれる友達がいません。まあおしゃれにね、こう切り絵があったりとか、ジムもちょっとこじんまりしてますけど、十分な広さございます。古
理は月1のメンテナンスで食塩水じゃなくて塩水ですねを使っていて、浄水器もついていました。エレベーターも綺麗、2ベッドルームもお邪魔させていただきました。このねトイレの上にねなぜかねシャワーがあんだよ。この近い距離だとダメだよ、どっちを何してんのか分かんないよ、あーダメだよっていうね。そしてベッドルームが2つ、トイレが3つありました。シャワーもなぜかねあのでっかいヘッドのシャワーだけみたいなあれはなんかオプションで変えてくれるかもしれないという交渉に入っています。そしてこの物置ルームまでありまして、すごい広くて大きくて安くてちょうどいいなっていう。ただねちょっと文句ばっかで申し訳ないんですけど、なぜかねこのねトイレとお風呂の距離めっちゃ近いんですよ。そしてねなぜかお風呂にタンス、えマジで意味わかんない、湿気全部吸い取って服もう全部かびるよ、全部かびます、かびります、かびれます、マジでどうしてこうなった。どこでもドア。